回は5月11日に公式ツイッターに上げられたモンスター大集合の動画を見て、みんなと喋りたいことがあったので動画にしたいと思います。まずこの画像から新モンスターと今まで出てきたモンスターとボスモンスターっていうのを3つに丸をつけて分けてみました。で、分けたのがこの画像になります。黄色が今まで出てきたモンスターで、青色が新モンスターで、赤色がおそらくボスモンスターじゃないかなっていうモンスターになります。これだけ見ても丸をつけた数がかなり多くて、これで私が思ったのが、5のモンスターが実際過去作と比べて多くなるのか少なくなるのかっていうのが気になったので、今までのシリーズのモンスターがどれくらい出てきてたのかっていうのをまとめてみました。 2D であるナンバリングタイトルでは新牧場物語から4にかけて通常モンスターが徐々に増えていました。かつ一度登場した通常モンスターは基本次のシリーズでも登場していました。 3D であるフロンティアやオーシャンズもオーシャンズの方が通常モンスターが多く、フロンティアに出たモンスターはオーシャンズにもいました。5は先ほどの画像から数えただけでも通常モンスターと新モンスターを合わせて43体いることが確認できて、新モンスターだけでも14体いたことから今までのシリーズ史上最も通常モンスターが多くなるのではないかと思います。ボスモンスターに関してですが、画像だけでも17体のモンスターがボスらしく見えました。過去のシリーズで新しく登場したボスモンスターの数を見ても、すでに5で登場するボスモンスターの数が多いことがわかります。過去作からのボスモンスターがどれだけ出るかわかりませんが、5でもこれまでのシリーズのボスモンスターと戦えそうなため、5で登場するボスモンスターの数も今までで一番多くなることが考えられます。私が気になっているボスモンスターがこれ以上いるかについてなんですけど、映像の中でも同じ動きをしているモンスターがいたので、同じような姿をしたモンスターが他にもボスとして出てくるのではないかなと思いました。最後に画像を見て気になったモンスターについて少し話していきたいと思います。まずチロリの色違いのところなんですけど、宝石チロリなのかなと思いました。宝石チロリはみんなと出るかなって話をしてたので、もしこれがそうだったら嬉しいなと思います。あとピンクのモコモコっていうのは最初の方ずっと相棒になるキャラクターなのかなって思ってたんですけど、モフモフみたいなただの色違いのモンスター種な気がしてきました。新モンスターやボスモンスターは可愛い見た目だったり、今までには見たことない本当にいろんな種類のボスモンスターがいて、どれも気になるんですけど、特にハシビロコウのモンスターはモチーフがもろに出てるので、これがすごく気になります。この大集合を見て5がねすっごい楽しみになって、もうあと9日でできることがもう夢のようです。みんなも楽しみだと思うんですけど、残りの9日楽しんでいきましょう。バイバーイ。